みんな少し変わった？そんなことねえよ。なあ、奪還作戦がずいぶん前のことみたい。みんなの仕事はあの後どう？滑り出しとしてはまあまあだろう。海域シュアラ神の情報を求める客はたくさんいる。俺らにとってはありがたいことに新たな海域種も発生し続けているしな。とはいえ危ない橋に変わりはないし、新たな収益源も探していかないとって状況だ。そっちはどうだ？グレイプニルの海域捕食作戦に進展はあったのか？フェンリル本部にグレイプニルの機能を移管して再スタートを切ったんだけどね。オーディンの本格稼働までには時間も素材もお金もかかるみたいで。グレイプニルもなかなか世知辛いな。クレアはその後どうなんだ？私はあの後ずっと内勤。総督が手を回してくれたみたい。本当なら降格か免職もありえたと思う。マジで？本部奪還の手柄はどうなったんだよ。クレアはグレイプニルで一番の功労者だろ。ふふ、ありがとう。でも組織ってそういうもんなのよ。本部への機能移管対応でずっとバタバタしてたんだけど、やっと落ち着いてきた感じ。大変だったな。お疲れ様。ありがとう。でもみんなと一緒にいた頃に比べると正直退屈で。確かに。クレア、ちょっと丸くなったか？それ太ったって意味。明らかに成長が見られるの。ちょっと、もう。はい、どうぞ。フィムも飲む？うん。はい、ありがとう。ねえクレア。ん？おかえり。ただいま。そろそろ時間だ。片付けて風呂、それから寝る準備。もう？せっかくクレアが来てんのに。そういう日こそ普段通りに過ごすんだよ。チェー、出たよ相変わらずの気まじめ優吾が。お前な、こないだ夜更かししてミッション中に居眠りしたのを忘れたのか？あれは寝てたんじゃなくて瞑想してただけだから。なんか大黒柱って感じ。ちょっと暑苦しいがな。聞こえてるぞ。ほら、お前も片付け手伝え。何があった？まずはこれを見て。ついに我々は人類に残された最後の牙、オーディンによる海域捕食技術を完成させた。しかしその技術を支えるのは海域への対抗適応能力を持つエイジ適合者たち。彼らの肉体そのものが触媒として必要なのである。触媒？オーディンに登場し海域を捕食すれば、その触媒となったエイジ適合者は消失する。そんな無茶苦茶な。この事実は我らにとって重く、そして慈悲のかけらもないことは承知の上である。だが人類の未来を預かる私にはこれを伝える義務がある。全てのエイジ適合者に私から私の言葉で伝えなければならない。エイジ適合者の諸君、
この混迷の時代を照らし闇を切り裂く刃となれ。諸君らは人類の未来を担う英雄なのだ。すでに我々はこの地域で登録された全てのエイジ適合者の所在を徹底的に調査整理させてもらっている。その数約1000人。なんだよそれ。俺たちに死ねってことか。エイジ適合者の諸君らにはこの大陸を救った英傑として子々孫々語り継いでいくことを約束する。我々ブレイプニルは人類の未来を守るため海域捕食作戦を強固な意志で推し進めることをここに宣言する。まるで賛同しないエイジは人類の敵だと言わんばかりの言い草ね。卑怯なやり方だ。逃げ場を徹底的に潰しやがって。あなたたちの召集令状が届いているわ。私たちの港の周囲にはグレイプニルの海域踏破船が多数展開されている模様。ネズミ一匹逃がさないということね。周到に準備されていた電撃作戦だったんだわ。イルダ、今まで本当に世話になったな。俺たちエイジはここを出ていくだな。ああトレーラーを何台か買い取らせてくれないか。待ちなさい。初動の判断ミスは取り返せないものよ。だがもたもたしている時間はない。エイミー、全クルーおよび港のエイジの子たちに招集をかけて、みんなに大事な話があるの。了解しました。みんな、グレイプニルの通達は聞いてるわね。この港を代表して先の通達に返答を行います。我々クリサンセマムの返答は、断固拒否。誰一人としてエイジを差し出すことはしません。本艦はこれより全てのエイジを乗せてグレイプニルの警戒網を突破、この領域を離脱します。おいちょっと待て。そんなことしてあんたの港はどうなる。経済的報復か、あるいは武力恫喝か、何にせよ孤立するでしょうね。危険すぎる。何の得もないじゃないか。私の港よ。その意思は私が決める。人類の反逆者、上等よ。港のみんなの同意は得られている。うちの子たちはこんな圧力に屈するほどやわじゃないわ。ゴッドイーターもエイジも私たちも、もちろんフィムも、姿形や能力に差異はあってもここで生活を共にする家族よ。誰かを取って誰かを捨てるなんて私にはできないし、するつもりもない。何より私は自分の意思を売り渡すことはできない。自分の意志。イルダ、ユーモ、あなたの意見を聞かせて。エイジという立場ではなく、このキャラバンの家族の一員として
家族の誰かを生贄に捧げろと言われて、おいそれと差し出すことができる。お前イルダ、ありがとう。俺たちはこの船を守る。どんな奴らが来ようとも指一本触れさせない。だよな。私も行きます。クレア、いいんだな。今度こそ戻れないぞ。私はみんなと一緒にいる未来が正しいと思うから、みんなと一緒に行きます。メインアキュムレーターからのエネルギーフロー確率、対回避核壁第1層および第2層閉鎖開始。感応レーダー、ナビゲーターと接続完了。同調率 30、60、100%。 オラクル探知システム正常。進路上の海域濃度 0.02ppm、 許容範囲内。対海域核壁閉鎖完了。船体周囲に変色場シールド展開。全システムオールグリーン。クリサンセマム発進できます。ここから先はどうあっても茨の道よ。だけどみんなと一緒なら乗り越えていけると信じてる。イルダ・エンリケスはあなたたちの決断に敬意を表すとともに、全身全霊をかけて共に歩むと約束するわ。踏破線クリサンセマム発進。俺驚いたんだ。正直クリサンセマムのみんなが俺たちに味方してくれるとは思ってなかった。俺たちなんかのためにって心のどっかで思ってた。いつの間にかエイジの奴隷根性が染みついちまってたのかもな。ジークやルルたちもきっと同じこと考えてたんじゃねえかな。本当に恵まれてるな俺たちは。こうなったら俺たちは何があってもこの船を守る。だよな。あなたの決めたことなら大抵のことは受け入れる。そうは思っていたが、まさかグレイプミルに立てつくことになるとはね。悪いわね、付き合わせちゃって。あの子たちの思いに応えたくなっちゃったあそこで自分を曲げるような玉じゃないでしょあなたは。ありがとう。とりあえず時間稼ぎの情報攪乱はやっときました。港の方はしばらくは大丈夫かと。でもってアインさんの港には秘匿回線で状況を伝えておきました。手が早いのね、さすがだわ。めんどくさい仕事は後回しにしたくないたちなんでね。いつもそんな役回りばかりでごめんなさい。私はあなたに頼ってばかりね。あなたにはあなたらしくかっこよくいてほしい。俺の望みはそれだけです。リカルド、ま、こういう後悔もまた新鮮でありってことで。どうせなら楽しんでいきましょう。ええ、よろしくね。